うん、伝統の笛癒しの音竹笛の会、えー、渡辺豊です同じく竹笛の会の四季涼也ですよろしくお願いしますということであの四季さんに今日は来ていただきまして、えー、<laughs> まあいろいろお話をしておりましたとでですねあのちょっと驚いたことありましてあの なんかね、今静観誌ねあの尺八を作る人静観誌と言いますけど、あのー、伝統調律をどうも知らない <laughs> 知らないらしいんですけどどうですか <laughs> そうなんですよね私も聞いてびっくりしたんですけれども、うん、以前渡辺さんの YouTube チャンネルで私のチャンネルを紹介してくださったことがあったと思います。その時にあれから、まあ、いつのというかコメントが いただきましてでその方はどうやら関西の方でまあ尺八をなさっている方なんですけどどうやら骨董骨董市っていうんですかうん、うん、骨董屋さんでこうなんか尺八をお買いになったらしいんです。うんうん、で、まあ、吹いてましたらで、まあ、やっぱり独学じゃ難しいってことでしょうかね生還師さんの方に相談をしたようなんです。そ、うん、そうするるとと、まあの間でやってる、まあ、手と さんが言ってる手がどうも合わないで私がその伝統調律っていうものがあるある,あるんですよっていう話をまあ動画でしましたら、うん、そういったものが存在するってこと自体知らなかったと。でそのことを正官さんに相談したら全く話がかみ合わないどころかまあ聞こうともしないというまあとんでもない あの報告をいただきまましし私もびっくりしました、ね、いや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 あの <laughs> いや僕も <laughs> 私もびっくりしましたけどあの確かにねあのまあ私の経験から言ってもねま,まあまあ確かにね40年、うん、もう40年近く前にはもう切り替わっちゃったんですよね。 私も後から研究,研究したっていうのかな気がついた、まあ、何度か喋ってますけどあの30年ぐらい前からあれと思って気がついたから今もうねだから80歳とかそういう <laughs> ぐらいの人じゃないともう分からないかもしれないですね。そ、うん、そううかかもしれなないねんだよねだよらちょっと 考えてみたらびっくりですよね,ね<え>伝統楽器だと思ってたらさ<当> <laughs> 伝統調律を作る人も知らないってい中でいや本当にわけわかんないですよねもういやつし、うん、本当にそうだよなだからあの西 <laughs> 音会になった時って、まあ、私もそうなんですよもうし信じ込んだからね,ねの洋音会じゃなきゃいけないとまで思っちゃったから、うん、その。 その後に作ってる、まあ、私なんかより。でもね、もうちょっと上の人だったら、分かっていると思うよね。そこで切り替わ。うんうん、切り替わってるから、僕らの時はもう、全然切り替わっちゃったのね。えー、だから、あのー、ね、あの。うん、今作っている人で。そうね、だから、本局だけやるみたいな人以外は。全部西洋社会ですからね。そうですね。まあ、ましては、本局を売りにしてる、まあ。うん、あの、著名な。 青函さんでさえ、ね、西洋会人作られてるじゃないですか<ー>、ね、そりゃそうだまあね地唄をね地唄を吹く人が西洋会人で吹いてますからねもう,うこれゃ世も末ですなとか言って <laughs> いやー参ったなとかいや本当そうですよあのうん少なくともね伝統 楽器だと思い込んでるから、うん、伝統はこうだけど今西洋音階にしてますっていうのはまだわかるんでね。わ、えー、かんないけどそのいやまあ合理性はまだややあるっていうか、うん。うん。そうか知りもしないっていうのはすごいね。すごいですよね。だからとあ,あなたはその方は一体どこで学ばれたんでしょうね。そ,そうだね。正観という技術自体を。 うちのビデオじゃないですか <laughs> <laughs> すいません私がまたビデオ作っちゃいましてあの尺八の作り方、まあ、でもねあれはあの内径とか問題、まあ、指穴の位置の問題なんですね <laughs> あちょっと弁解しよう <laughs> あ,のあれですよねあの 2>, 2つあるやつですよね上下あって、えー、あの上官下下幹とあと調律があるんですけどあの <laughs> 一応ですねあの <laughs> あ林さんもねあれやっぱ西洋音階なんだけどまあちょっとねあのえっ、ー、と伝統調律の指穴の位置っていうんで私解説してるんですけどあのかなりなんちの伝統調律っぽいあの位置なんですあの参考がえっ、ー、とね4ミリしか違わないんですよ4ミリ上げれば伝統調律になるんですよだからまあ実際そうなんだよねだから。 あの指穴の位置だけ気をつけて作ればあの、えー、と尺八の作り方上官下官と調律はねだからそこはねなんとかほあのそれもなんかあもう一回ちゃんと喋った方がいいかな、うん、あの指穴の位置ってことで一応喋ってはいるんですけどあのそうですね、うん、西洋尺八といえば西洋尺八だからうん。 あ,あだからねそのある時点からその伝統的なやり方っていうのはわからないわけだからいやマジねあのうちのビデオで作ってる可能性ある <laughs> いやあの <laughs> <laughs> すいません、ね、すいませんとあれですよ <laughs>、うん、あ,ある曲を演奏してたら、うん、まオ、あ、ツ音,音では、うん、例えばレってレ,ーレーの多めり使うんですよはははなぜか感音では つでいいじゃないかって言うんですよ。あーあー、それね <laughs>、えー、おかしいですよね。<laughs> う,んうん、あの、だから、あの。で、うん、のおめりは、ちゃんとふけて、あの、私、あの、ビデオで、喋ってますけど。だから、伝統的な手がね、まあ、まあ、演奏者ももう分かんないんだよね。そうなんですよね。まあ、作る人も分かってないし、どうしたことだっていうか、なんかね。このままじゃ、もう、伝統は、まあ、もう廃れてますけど、あの。うん。 どうしたもんでしょうか。しき、ね、さん頑張りましょうね。うん、本当ですね。<laughs> もう、何としても、この、うん。伝統をね、を守ると。守る。で、また、もうね、あの、渡辺さんもずっとおっしゃってますけど。うんうん、伝統調位率の尺八こそが、本当の合理性。あの、ありますし。何でも老けちゃうっていうか、うんうん、で、その。 地、ね、の仮りのメリー同じ音程ですけど、うん、音色の使い分けができるっていうところでも非常に高性能ですし、うん、ましては観音の「地の仮り」なんて「WI」の音なんかひどいもんですね、うん、今の尺八はピーとか言って、うん、高い音なんかあれいかにも出してますみたいなことなっちゃうだから宝山先生のねあのあの竹の群像なんかで僕,僕はもう何回も紹介してるんですけどあのあの「あの <laughs> あの,の音ねだって他の人その音はもう苦しくなって変な音になってるのになんで気づかないのって先生と違うシャカシ吹いてるってななんんで気づかいだろうね <laughs> だからそれだけあの宝山先生はこうん、すればできるんだよってことを教えてくれてるのになぜそれをやろうとしないんだろうっていうのがうん、うん、本当にあの意味がわからない。 ね、そうなんですよもう、えー、皆さんどうでしょうか本当にあの <laughs> いやマジですよ本当にあのやっぱねそのいや普通に考えてね伝統のものをやってるのにっていうかあそうか伝統の曲大体やってないよもう <laughs> 考えてみたらもうもう何やってんだろうっていうか、うん、少なくともね本曲や地歌はね伝統調律でやらないと。 意味なしです。本当に意味なしです。<laughs> 本当に。ということであのぼやき漫才でした。困りましたね。ありがとうございました本当に。